お二人は講演会があるじゃないですか、きちっとした講演会組織が、はい、でもそういうものとこうオンラインサロンっていうのは、まあ、もちろん全く区別されるものなのか、うん、こうちょっと重複してくるものなのか、まあ大きく違うっていうのはあれですけど、そのまあオンラインサロンっていうのは変な話、月額出入り自由みたいなね、どちらかというとまあ今は見れるけど来月は見なくてもいい、でまた見ることができる。でもやはり講演会っていうのはもちろんその年会費を払っていただくんですけども、まあ一番大きいのはやっぱりこう代々、つまりまあうちはなかったんですよ、つい最近できたんですよ、でつい最近作ったんですけども、本当に僕からつまり自分の子供の代、まあ、もしかしたら孫の代までいけるような、まあ、長くやっぱり支援していただくような組織、それってやっぱり今ちょっとこう見て、だから逆に言うとオンラインサロンから講演会に入っていただくっていうのはすごく流れとしてはうまくいけば、うん、多くの方に応援していただけるようなことになるかもしれないですね。多分どうですか、うん、やっぱりその講演会っていうとちょっと手を出しにくいって方もいらっしゃると思うんですけど、うん、このオンラインサロンっていうとなんかちょっと柔らかなサロンかなみたいな感じもありますし、うんうん、こうお金としても、まあ、今総計おっしゃったように月額制だったりもしますし、そういう意味でこう今現代ね、本当にインターネットの文化もかなり発展してますから、そういう中で関わり合いとしてはいいんじゃないかなと思ってますね。そういう意味で講演会とはまた違った形で、うん、講演会の方は例えばその劇場的にチケットがなんとか取れるとか、そういったメリットがあって、じゃあこっちのオンラインの方はまたじゃあこうやって総計と一緒に企画が作れるとか、なんかそういったちょっといい住み分けができたらとても活用ができるんじゃないかと思ってます。まあ、両方相乗効果的に、うん、そうですね、オンラインで見てるけど、うん、劇場にも足を運びたいなという、まあ、あるこういうコロナが落ち着いたら劇場にも来てほしいと思うけど、逆にオンラインサロンじゃないと見れないコンテンツがあって、そこに講演会や普段劇場に運んでる方がバーッと見に来てくれるようなものを作っていくんですね。なんかいい感じでね。そうですね、やっぱり共存できそうな感じは、うん、まあ同じようで決して同じではないっていうのかな、うん、やはりその講演会は本当にこうちょっとまた別一種別格な部分もあるじゃないですか、どっかね。でもここはやっぱり今から気軽にやっぱりこう入って覗いていいなと思ったら本当に続けていける、もしかしたらうちの子供たちのことを考えるんだったらやっぱり講演会に入っていただいて代々やっぱ応援していただくってこともできるし、うん、である意味その結構ダゴナさんはいいんじゃないのかなって思うんですよね、そういう意味では。